ニコヤ半島の衛星写真に、コヤ半島半島南東部の景観にコヤ半島は、太平洋に面するコスタリカの半島。北部は、グアナカステ州、南部は、プンタレナス州に分かれる。最大幅60キロ、全長約121キロの同国最大の半島。ビーチで知られる人気の観光地である。交通、商業の中心地はコスタリカ最初の入植地の一つで、あるニコヤ、 半島内の主な村落や観光地には北からタマリンド・サンタ・クルス・のサーラ・サマーラ、ナランホ・パケ・ーラ・クル・タンボ・モンテスマ、サンタ・テレサ・マル・パイスがある。カーボ・ブランゴ、カマロナル、クエバ・ムルシエラーゴ、クル・ラ・セーバ、ロメリア、ディリアといった多くの自然保護区並びに野生生物保護区が指定されている。ニコヤ湾の島々でも環境保護のプロジェクトが進んでいる。 ニコヤ半島に沈む夕日ニコヤ半島は、クエストネットワークから100歳以上の割合が高い、ブルーゾーンに認定されている。ダンビュートナーはその著書、ブルーゾーンで、ニコヤの住民が長寿であることを紹介している。ありがとうございます。